豆キュン。危ないかくれんぼ。1、2、3、4、5。ああ、どこに隠れよう。6、そうだ。えい。8、9、10。じゃあ探すよ。お兄ちゃんたち、どこに隠れたのかな？ゆうと兄ちゃん。大輝兄ちゃん。ああ。お兄ちゃんたち、かくれんぼ下手ね。もう、うまく隠れたと思っていたのに。簡単だよ。じゃあ今度は、大輝兄ちゃんが鬼。8、9、10。じゃあ探すよ。ここだ。違うな。それなら、ここ。なんだよ、いないじゃないか。一体どこに隠れたんだよ。にゃお。大輝は何しているの？どうしたのかしら。まあ、いたずらでもしているんだろう。嫌な予感がするの。何かあったのよ。ドギー。わあ、びっくりした。ワンワン。何かあったのか。早く変身しよう。まったく。こっちにぴょん、あっちにぴょん、こっちあっちぴょんぴょん、レスキュー隊に変身、ぴょんぴょん。見つけられない。ミミ、ユウト、もう出てきて。面白くないよ。ミミとユウトが消えたって？ペギ、家の外に出ていないか確かめてくるよ。うん。家の外に出たわけではないようだ。家の中も探したけどいないわ。みんな、ミミとユウトがどこに隠れたのか探して。ここにいない。ここじゃないな。ここにいない。見つけたよ。見つけた。ここいじぬかと思った。ほら、冷蔵庫と洗濯機に隠れたらダメじゃないか。ああもう。ミミ、ユウト、気は確かなの？どうして入ったのよ。洗濯機の中に隠れたら見つからないと思って。いやー、すごく寒くて息が苦しかった、中からはドア開けるのが難しいの。とても危険なのよ。でもレスキュー隊、僕は家のドアを開けなかったのに、どうやって入ってきたの？あ、それは、窓から入ってきたんだ。シューンって飛んで。僕たちはいつも君たちを見ているから。大したことないだろうって居眠りしていたくせに。ああ、とにかくありがとう。私たちがあと少し遅れたら大変なことになるところだったのよ。気をつけて。うん。よし、今度は外でかくれんぼだ。へへ、それなら冷蔵庫もないし、洗濯機もないからね。隠れるところも多いし。今度はゆうと兄ちゃんが鬼。うん。まったく、世話の焼ける子供たちだ。そうね、懲りてないみたいね。5、6、7、8。
あーもうどこに隠れたんだ。見つけられない。もうダメだ。じゃあゆうと兄ちゃんびっくりした？そこにいたのか。うわぁ全然わからなかったよ。僕も出ようかな。ん？あれ？開かないじゃないか。えい！えい！大輝！もう出てこい！大輝！大輝！ペギー、大輝がどこに隠れたか見たか？ううん、見なかったわ。うわ、車が走り出す。ダメダメ、ユウト、ミミ、ドギー、大輝が隠れられる場所を考えてみて、うん、早く。うん。ユウト、助けて。あ、大輝の声が聞こえる。大輝、僕の声が聞こえるか？あ、レスキュー隊。泣かずに落ち着け。どこにいるのか言ってごらん。車のトランクの中に隠れてドアが開かなくなったんだ。わーん。トランク？どんな車？わからない。トランクだって。そうだ、さっきトランクが開いていた車があった、あそこに。いいわ、その車が確かなら。ドギー。うん。みんな、ペギーと僕が撮った写真を見て、大輝を乗せた車を探して。見つけた。そう、この車だ。見つけた。あの車の中に大輝を乗せた車があるはずよ。行こう。ここにはいないわ。これじゃ見失いそう。大輝、大輝、僕たちがそっちに行くから落ち着いて。早く早く来て。大輝。トラックの中に非常用レバーがあるわ。非常用レバー？わからない。大輝は気が動転しているみたいだから、みんなが探して。お願い。これ。あ、開いた。トランクが開いた。大輝。レスキュー隊。はぁ、やっと見つけた。怪我したところはない？怪我はないわね。でも大輝はどうして車のトランクに隠れようと思ったの？車が遠くへ行ってしまったら見つけられなかったかもしれないのよ。僕もこんなことになると思わなかったよ。ごめん、二度としないよ。あら、またトランクが開いているの？レスキュー隊、また消えた。にゃお。あ、お前たち、なんでここにいるんだ？匂いを嗅いできたのか？お利口だな。僕を探しに来てくれたのか？ありがとう。行こう。お兄ちゃん。大輝、反則だよ。こんな遠くに隠れるなんて。悪かったよ。ごめん。今度はお兄ちゃんが鬼。かくれんぼ？ダメ、絶対ダメ。他の遊びにしよう。どうして？どうして？どうして？
チャンネル登録してね。